始まりました。福井県坂井市をめぐる円盤チューブの旅、はい、MC の小川恵理子です。そしてはい、中田芳弘です。よろしくお願いします。上條武史です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お二人とも私の地元福井県にようこそ。はい、江戸時代から明治時代にかけて活躍した北前船の寄港地として栄え、今も歴史的建造物が残るレトロな町、そしてディスクゴルフの聖地福井県坂井市よりお送りする大人が本気で楽しむ全力旅バラエティー、円盤チューブの旅福井県坂井市。この辺りはですね、はい、北前船ご存知ですよね。あれご存知じゃないですか。あまり あの北前船って、大阪を出て、うん、で、いろんなもん買ったりとかしながら、北海道まで、はい、それはもう昔からの北前船。その北前船が途中でここ立ち寄る港町として栄えたっていうのがこの坂井市なんですって。もう建物見てもなんか歴史感じますもんね。うん、街並みもね、はい、めちゃめちゃいいんですけど、いいでしょう。やっぱちょっと時間的にちょっと小腹も空いてきましたね。はい、なんかね、なんか腹減っちゃったらね、はい、なんかもう動けないもんね。とおっしゃると思いまして、はい、もう福井ならではの美味しいものを召し上がっていただけるお店をご用意しました。それがこちらでございます。うわ、お福井県坂井市には粘りと甘みが特徴の三国の甘エビや油揚げと豆腐の老舗店谷口屋など、ふるさと納税の返礼品としても人気のバラエティ豊かなご当地グルメが目白押し。そしてここ三国港座は福井県産のビーフや甘エビを使用したハンバーガーをいただける人気店なんです。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。やっと来た、やっと来ました、うん、もういい香りしてますけれども、ね、まずね、上條くんの、はいはい、ハンバーガーなんですけれども、うん、三国バーガー。あ、三国バーガー、うわ、うん、すごい分厚い、ちょっと分厚、すごいこれ、はい、福井県産のビーフがたっぷりということで、うん、あ、そうですか、はい、そして中田さんのは、はい、あの福井の、はい、まあ、言った名物のソースカツをたっぷり使った、やっぱカツってね大事だからね、僕らね、はい、さすがです。阪神も優 勝おめでとうございます。おめでとうございます。あの、僕のおかげです。で、私のが、三国の甘エビをたっぷり使ったエビクリームバーガー、はい、いただきます。いただきます。うまいね。え、うん、ソースがまた美味しいね、これ。ソースカツどうですか。いや、もう最高、うん、で、もう野菜もシャキシャキでね、うん、レタスも、もう最高、はい、うん、あの、坂東さんいかがですか。もうね、口に入ってる時聞くな、急に。もうね、このパテとね、このソースの相性が口の中でね、もう本当に延長18回勝負つかんね。ほな、ちょっと、あれ、ちょっと待ってください、なんか怪しい方がなんか後ろ、え、皿投げたらダメですよ、何してるんですか、あれ、あ、あれ、あれは見たことがある。なんかすごいスナップ効いてうまそうやね。ね、そう、ここ福井県坂井市は国内外のトッププレイヤーが集まるディスクゴルフの聖地。およそ10年前から全国大会も開催されているんです。はい、坂井市海浜自然公園ディスクゴルフコースにやってきました。菊池さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。世界50カ国以上で親しまれるディスクゴルフの全日本チャンピオン、菊池哲也さん。結局ディスクゴルフってどういったものになるんですか。分かりやすく言うと、まあ、皆さんの馴染みのあるゴルフと全く同じなんです。ティーの位置から何投でこのゴールに入れられたか、うん、ホールのパー設定に合わせて何回で入るか、うん、全くゴルフと同じなんです。ディスクゴルフで使用するディスクは向かい風に強いものやカーブしやすいものなど、形状によって性能が異なり、ボールゴルフのクラブのように使い分けてプレーします。投げ方も後ろから前に大きく腕を振るバックハンドスロー、腕の振り幅を最小限に抑えるサイドアームスローなど様々。
今日はじゃあ菊池さんの技も見せてもらいながら、うん、それみたいね、今回は私たちも挑戦しましょう。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、まず菊池さんに教えていただく前にどんなもんかって2人で投げていただくと、うんうん、じゃあ、はい、僕からいきましょうか。若い順から。若い順から、うん、はい、よっしゃ行くで行くでうわおお、結構すごい、すごい綺麗飛んだんちゃう、これすごいですか、意外と、意外と、あら先生、意外とすごいです、あのびっくりしました今、えこんなに綺麗に投げれると思わなかった。ちょっと女性の競技者も結構いるんですよ。いらっしゃいますね。もちろんです ね、そうですね、私も、まあ、あのちょっと才能ね、はい、あの行きましょう、姉さんちゃうかなと、はい、じゃあ行きますよ、はい、はい、おっしゃ、えい、おお、お、あむずいですね。そうですね、あのちゃんと、まあ、伸びしろたっぷりな感じで行きますよ。あ、滑った、おお、あ、あ、え、滑りましたね、滑って、ちょっとね、ちょっとね、あれ本番に取っとく。基本的には、はい、自分の胸の高さぐらいで実は投げれると、はい、身長ぐらい あの高さで投げれると、うん、一番飛ぶんですね、はい、なのでそのためにはま、はい、っすぐ引っ張ってま、はい、っすぐ出してくる、より綺麗に遠くに飛びます。一回先生の見本、先生の一回ちょっと先生の見本見せてもらって、あの遠くのゴールの方を目指しましょうか、はい、え、あの赤いやつ、はい、遠くのゴールをあたりを、はい、行きます。はい、うわ、うわ、ええ、嘘、いやー、おー、いや、もう赤の男行ってますやん、はい、距離的にもうあれだからバーディーいうことですよね。そうですね、あそこからパットができるので、めっちゃ飛びますね、やっぱりめっちゃ飛びますね、はい、すぐできますよ、すぐできます、はい、じゃあちょっと対決いきなり無理無理、ちょ練習させてくださいよちょっと ね、さすがにね、本当にね。そして練習すること数十分、ディスクゴルフ、うん、当番対決、よいしょ。もう今日はですね、あのシンプルに誰が一番遠くに飛ばせるかということなんで、はいはい、もうあのチャンピオンも加えて、はいはいはい、え、チャンピオンも入んのチャンピオンも入んのちょっと私たちもあのなんかな、あのトライしようよ、3人の距離合わせてやろうそれでは、はい、もう早速、はい、最初はチャンピオンからお願いいたします。チャンピオンからやったらもうチャンピオンからやったらなんかがっかりするとなあの飛距離見たらな。うわー、あれ、うわ、今、ホールインワン入ってないですよ、入ってないけど、え、あ、裏、あ、入ったか思った、今ように見えました、上の土手、音がしなかったので多分うわ超えてった、超えちゃった、えぐい、えぐい、えぐい、優勝ちゃいます、優勝、いや、3人足しても無理やこんなしゃ、正直系のチャンピオン、そうですよ、もうギャグもさらっと出ますからね、出た、いきますよっしゃ、いきますよ、はい、よし、まあまあ飛んでないですか、まあでも、いや、あれ見てからやったらちょっときついですわ、行こう、お姉さん、はい、はい、行きましょう、よいしょ、おお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 お、そっから距離出てる、あ、一回見えるよかった、全然いいですね、いいですか、全然いいです、皆さん行った、あ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 、飛んでますよね、飛んでますね、左くっつったから右行ったらちょっと切り込んで、あー、ということで、はい、もう結果が出ました、はい、ドキ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 せえへんわ優勝は菊池さんです、はい、チャンピオン、さすが、ありがとうございます。あんなの見たら次に投げらんないだもんね、あの次回もね、あの私たち菊池さんにいろいろ習って、ね、はいはいはい、また挑戦したいと思いますんで、はい、今回の旅はここまででございます、はい、最後に上條くん、はい、今日の思い出をお願いします。今日の思い出、はい、1投目で、85年の日本一の人に勝ったことですね勝ちました、やられたやられた、はい、ということで次回の円盤チューブの旅もお楽しみに、それではまた皆さん、また。
次回。